ンテ、おはようございます。本日朝早いです。6時今40分かな。うちの宮崎岳さんをね迎えに行ってる最中なんですけども、7時半小倉駅集合でバスに向かうと。あ、そうですね、本日は九州ダービーアウェー大分戦ですね。完全に伝えるの忘れてましたが、アウェーバサジ大分戦となってます。朝早いですね。12時キックオフなんでこれがね、2時とかやったら全然朝早ないんですけどね。12時ってなるとやっぱ同じ九州やと当日移動になるんで、ちょっとあの6時起きは朝早いわ。これね、見てる子供たちというか、まあ僕より年下の皆さん、もし見てくださってるこの僕より年下の皆さん、この朝弱いのは何年経っても朝弱い。寝たいもんは寝たいゆっくりね、寝たいもんは寝たいっていうのはね、これ何歳になっても変わんないんでね、今のうちから諦めて、大切な日にちゃんと起きれるように気合とアラームに対する瞬足性っていうのをねトレーニングしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあということでですね、まあそういうポップな話は置いといて、今日はねやっぱ絶対負けられない、まあ順位的にもそうですし、まあ、前回も言った通り九州の覇権を争うこのクラブにやっぱねサポーターの方々も気合入ってると思うし、もちろんまあまだこっち来て半年ちょいとかですけど、こういうダービーっていうのはやっぱ燃えるんでね、九州ダービーの相手には必ず勝利して、まあ、最高のね週末をファンサポーターの皆さんに届けれるように、こっからの時間過ごしていきたいなと思います。また、バス移動なんでその時の様子っていうのをね、お届けできたらなと思いますんで、最後までぜひ見ていってもらったら嬉しいです。それでは、ガクちゃん拾って小倉駅の方に向かっていきたいなと思います。 GO! うめぇ、あー言わない、そんなこと言わない。今出てるやん。8歳、31歳、もうすぐ31歳。あ、早く座って、早く座って待ってる。待ちたいから。何、寝てるお前、その状況で寝てる、めちゃくちゃ寝てる。ちょっと見て、ちょっと気になる、ちょっと見て。でも、うわー、びっくりした。レモンは？あ、レモン来たんです。なんでレモンだよ。なんでだよ。自前のおにぎり。うわ。この中に、サバの生姜煮が入ってる。生姜煮？美味しそうやな。立ちましょう。フルサイドに。アドレナリン出てる。ノーセルメル、まだ決めてへんか。あ、ほんまや。まだ。生きてる。けど、まあ。見えてる？見えてるっす。見えてるな。あと1時間ぐらい着くっす。いやいや、大分が見えてる話です今日はね、なんとなんとキャプテン安嶋さんからラッシュ、スノーフェイリーグリーダー、読めてへん。いや、お前ちゃんとケンシ君に謝っときや。なんで謝っときや。ありがとうやろ、感謝伝える方やろ。買ってもらったやろ。はい、いただきました。でもお前で、もしかしたらお前、ああ、言わんとくな、言わんとくわ。いただきました。これ頑張ってもいいですからね。うん、ファンの皆さんもぜひぜひラッシュを。違う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 。ください、ラッシュを。なんでもないから、もらっただけやから、ただ。意気込み。頑張ります。お前知らんで。知らんで。エントります。なんで？エントります。スネギやな。こっち？スネギやな。頭かと思ったらスネギの。セット、試合前セット。バナナ3本食いたい。えぐく、そら身長でかなるわ。炭水化物はいっぱいいったもん。それ190になるわ。何パターンあるか。なんか偏ってきた。似たような感じに、ああ変わってきた。もうないでこれ。もうないでこのまた。うわあ、まだこれラストやな。頑張ろう、頑張っていきましょう、頑張りましょう、絶対勝ちましょう、絶対勝とう。はいはい、
珍しく試合後帰ってきてそのままね珍しく映像を撮ってるんですけど、まあもうなんでかというと、まあ、気持ちの整理をつけたいというか、うわー寝れんぐらい悔しい、もうこんなに悔しいのいつぶりっていうぐらい、基本ね試合は試合と思うタイプなんですよ僕は。まあその試合後はすごい悔しいけど、まあ高校生とかそういう一発勝負選手権とかね、今ちょうどやってる選手権とかとは違って、一発勝負じゃだいぶ次リーグ戦がまた来てっていうのがあったりとかするんで、まあ試合後はすぐ切り替えなあかんなと思うタイプやし、ちゃちゃっと映像を見てというか、もうその日のうちにとか、まあ次の日とかに自分の映像パッと見て反省をして次に生かすっていうので済むタイプなんですけど、ちょっとね今回悔しすぎる試合でしたね。まあ何がどうと説明すると難しいんですけど、まあ九州ダービーっていうのもあるし、アウェーの大分にトータルの観客数の半数ぐらいはボルクのサポーターが来てくれて、最高の雰囲気を、まあ、大分のサポーターと共に作ってくれた中で不甲斐ないね試合をしてしまったというか、個人としてもなんか決定機2本、まあ、シュートは他にも打たれたんですけど、まあ、個人的に難しいなと思う決定機2本を止めれずにというか、まあ、それを止めてこそのねキーパーやろうっていうシュートだったんで、そこに非常に悔しさもあるし、まあそれだけじゃなく、まあなんて言うんですか、そのまだまだやぞと、お前らまだまだやぞっていうのを言われた気がする試合でしたね。なんか大分さんはね、前節2人退場の選手が出たり、まあ怪我してる選手が増えた中で、まあ、戦力的に言えばこっちもチャンスやと思って挑んだ試合ではあるし、勝たなあかんと思ってた試合ではあるけど、すごいまとまってて、まあ、いつもねボルクって一体感が僕の中では売りやと思ってたんですけど、今回はなんかすごい相手の方がその一体感っていうのもあったし、一つにまとまって、結果も雰囲気も負けたって言い方あれですけど、なんか試合にも勝負にもその魂でも負けたみたいな、なんか完敗してしまった感がすごいあって、すごいなんかやるせない感情っていうのが僕の中では今すごいあって、まあ、その整理をするためにまあこうやって動画を回させてもらってるんですけど、だから今日ちょっと長々と喋ってるかもしれないんですけど申し訳ないです。でまあもう仙台は金曜試合、今日が日曜で、次
仙台と浦天王山負けられない試合っていうのが、まあ、1日の金曜日にあるんで、そこに向けてここから3日間のトレーニングしかなくて、まあ、大きく何かを変えるってことはシーズン中っていうのは難しいと思うんで、でもその魂の部分っていうのを根底的なとこっていうのは変えれると思うし、もしかしたらね、前の動画でも伝えさせてもらったんですけど、そこには慢心であったりとか気の緩みっていうのがあったのかもしれない、まあ、見えてないところであったんあったのかもしれない。中断期間前のところではシビアに行ってたところが、そこはシビアに行けなくなったとか、ちょっとなあなあにしてるみたいなところがあったのか、まあ、そこを見つめ直すこの3日間にはなるんかなと。練習がそこでバチッと切り替えれたら、一つ、ね、壁を越えれるというか、嫌なムードを脱出できるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、今日の帰りのバスの雰囲気見てても全選手がすごい危機感というか、その喪失感みたいなのがあったと思うんで、まあ、火曜日の練習でどんな顔をできるか、っていうところに全てがかかってると思うんで、まあ、僕も若くないし、まあ、広島ではキャプテンの経験もあるんで、何かね、少しでもチームのためにプラスにね、なれることをしていきたいなと思ってるんですけど、やっぱでもクソ悔しいっすね、今死ぬほど今喋っても悔しい。これどこまで使おう、実はもうこれ8分ぐらい撮ってるんですよ、多分カットしてるんですけども、わあ自分で編集だるしてるわ、クソ悔しいんですよねこれ。情けない、もうしょうもない試合してしまったなっていうのが正直、ピッチに立った自分も含めしょうもない試合してもたなっていうのがあるんで、まあね、こういう試合の悔しさっていうのは試合で晴らすしかないと思うんで、次の仙台でオウム初勝利っていう最高のこの悔しさを晴らす場面っていうのがあるんで、もうこの感情を持ったまま、もうなくす必要はないと思うんで、この悔しさっていうのを持ったまま、今回はもうそのいい意味で切り替えずに試合に向かって貪欲に勝ちにこだわりたいなと思うし、その姿勢っていうのをね、まあ、前半ピッチに立った者の責任として表現していくしかないかなと思うんで、まあ年齢的にもそうですし、そういうのをしっかり表現していきたいなと思います。何が何でも仙台にホーム初勝利取って、ファンサポーターの皆さんとこの悔しさをね、共に発散したいなと思ってます。また選手からはね、いろいろインタビューもらう予定ではあるんで、ぜひこの後流すと思うんで、僕の話なかなかとなったんですけど、聞いていってもらえたらなと思います。かましましょう、ワンチームでボルクバレット北九州かましたりましょう。感想だけ、はい、真面目に、はい、真面目に、まあそうですね、前回の隅田戦同様、まあ序盤に決められてしまって、まあいい流れ持っていけなかったっていうのはあると思うんで、まあそうですね、その最初の立ち上がりのところで失点しないところと、まあ確実に決め切るところを決めれば、まあ、全然勝てるんじゃないかなと思うんで、まあ次仙台と、まあ、逆天王山っていうことなんですけど、まあ、まあ何としても勝ちたいんで、そこは、まあ、全員でまたこの2試合の反省を生かして勝てるようにやっていきたいと思います。はい。紅葉。紅葉です。紅葉。はい。秋感じさせてくれてんな。秋感じさせてます。僕もちょっとね、髪型でちょっと遊んでいこうかなと思って。まだ、はい、これからまだ。冬になったら真っ白になります。雪化粧になります。